戦国玉チャンネル。皆さんこんにちは。戦国ビジネス歴18年戦国玉の鈴木です。この動画は大河ドラマをより一層楽しむためにちょっと気になる予備知識などをゆるっとお届けするコーナーです。本日は松重豊さんが演じる石川数正についてお話しします。幼少期よりですね、家康を支えた武将のうちの一人で、まあ、特に10歳ぐらい年上っていうことで、いいお兄さんみたいなね感じだったんでしょうね。徳川家の中では珍しくこう外交と内政と両方いける人、よくね三河武士って言ったら前にばっかり進んでちょっとハードヤンキーな人が多い中で、割とこう知性派的なね武将だっていうふうに言われてます。で、外交ではですね、やっぱりこう今川家から人質を取り戻したりとか、あとその後の織田家とのね交渉役っていうことでかなり活躍してまして、序盤からもうガンガン力を発揮してた人ですね。なのでおそらく戦国大名になっててもですね、全然おかしくない人です。一方で忠誠心もすごく高くて、あの三河一向一揆の時もですね、家康を裏切らずに、まあ、自分のこう宗派を変えてまで味方をしたというね、すごい忠誠心あふれた人なんですよね。一時期は徳川軍の3分の1ぐらいの軍事力をまとめるぐらいの手腕を持ってた人なんですけれども、なぜそういう人が秀吉の元に出奔せざるを得なかったのか、ここがですね最大の謎になっております。少し振り返りますとですね、家康にですね待望の嫡男が誕生します。信康と言ってですね、信長の信と家康の康を取ったというふうに言われてますけれども、彼の後見役となったのがこれまた数正なんですよね。で、ところがその数正がですね、後ほど信康事件っていうものに少しだけですね影響されることになります。もともと石川数正は岡崎が地盤なんですよね。外交面でもですね、まあ、立地上特に織田家と交渉するっていうちょっとハードな外交が多かったんですけれども、ただここが結構ポイントかなと思うのは、やっぱりこう組織ではよくあることなんですけれども、古参の武将たちがですね、組織がどん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 大きくなるにつれて、新参の人たちと仲がうまくいかなくなるっていうことがよくあるんですね。軋轢はですね、例えば文治派と武断派のね対立みたいにですね、そういうふうに尾張衆 vs 近江衆みたいな形で、多分この頃にですね岡崎衆と浜松衆が互いにこう仲が悪かったと。例えばまあ現代の会社で言いますと、岡崎支店 vs 浜松支店とかですね、あるいは営業部 vs 経理部とかね、まあお互いね家のため会社のためっていうのはあるんですけれども、仲が悪いというのはよくね組織であることかなと思います。で、さらにですね、ここちょっと面白いのは、秀吉政権の場合はやっぱりこう武断派文治派の戦いってもすごかったんですけれども、おそらく同じことが徳川家にも起こっててですね、軍事力のやっぱりこう家康を昔から支えていた三河武士団のね部の人とですね、外こう思ってリアリストでねガンガンやってる石川数正とかの方と、やっぱりこう利害っていう部分では徳川家のためっていうのは分かってるんですけれども、現実とですねこう理想とかなかなかうまくいかないということがよくあります。なのでちょっとリアリストな数正としてはだんだんこう立場が悪くなってきたということもあるのかなというふうに思います。この信康が、武田に内通を疑われて、まあ、家康の命のものとですね、切腹をさせられるっていう、いわゆる信康事件っていうのがあるんですよね。信康事件の後も岡崎城の城代となるんですけれども、その後も変わらず家康についていってます。例えば本能寺の変の後の神君伊賀越え、まあ家康最大の困難だったうちの一つと言われてますけれども、これにもですね数正同行してるんですよね。やっぱりそういった中で岡崎っていうのは最もこう織田に近かったっていうこともあって、秀吉が台頭してきた時には必然的にですね秀吉との交渉というのも行うことになるんですよね。で、そうなった時に今度はやっぱりこう秀吉っていう人はですね、ちょっと困った人で、他国の武将とかにですねどん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 こう官位を与えたりとか、あるいはこう自分とこに来ないかっていうヘッドハンティングをガンガンやる人なんですよ。まあ、多分本当にこう人が好きだったんだと思うんですけれども、まあ、本当に困ったことで、例えば直江兼続も声かけられたりとか、まあ、本田忠勝もね声をかけられたりとかしたんですけれども、まあ、この人女癖もねとても悪くて、家臣の女房に手を出したりとかね、まあ、するぐらいですね遠慮がない人だったというところで、だからこう秀吉とかにですねこう目をつけられてですね立場が悪くなったんじゃないかっていう話もあります。結果的に秀吉と家康が戦った小牧長久手の戦い、家康が戦には勝って後の交渉で秀吉が家康を圧倒したっていう戦いなんですけれども、その後の交渉のハードな交渉をやっぱ数正がね徳川家を背負ってやってるんですよね。その交渉が終わったぐらいにですね1585年に数正自身がですね突然出
奔してるんですよね。このあたりを大河ドラマでどういう風に描くかっていうのは楽しみですよね。まあ、これまでずっと家康を幼少の頃より支えてきたお兄ちゃん的存在でですね、徳川家でも外交担当で知性派で内政もバッチリな外交もバッチリな人がですね、次第にどういう心境で秀吉のもとに走らざるを得なかったのかというところが謎なんですけれども、それをどう描くのかっていうのが見どころかなと思います。で、一応この話はですね5つぐらいあります。1つ目、岡崎州 vs 浜松州の争いの結果ですね、岡崎の方のトップだった数正がですね、だんだんこう居心地が悪くなったという説。2つ目ですね、まあ、信康の事件ではですね、まあ、こう坂井忠次とかも非常に盛り役としてですね関わってはいたんですけれども、実質的にそれをきっかけにこう武断派の重臣たちと仲が悪くなったと。まあ、とにかくこう織田家に対してもっとガンガン行けやという人とですね、いやいや現実ここまででしょうっていうね、まあ、そういう外交担当役の数正のこうリアリストとしてのですね落としどころに対して、まあ、武断派の重臣たちがねですね、なんでそこまで気を使うねんみたいなね、よくある話だと思うんですけれども、そういった形で不仲になったという話ですね。そして3つ目、真田昌幸がですね凋落した小笠原城家がですね結局秀吉に内通をしてしまいます。まあ昌幸の計略じゃないかと言われてるんですけれども、この計略の時にですね人質を預かってたのが数正だったんです。で、自分の身にも嫌疑がかかるんじゃないかと、またねそれを利用してですね重臣たちがこれ数正の責任ですよねっていうことでどんどん追及してくるんじゃないかっていうことをきっかけに秀吉からの誘いに乗ってしまったという話もあります。それから、4番目ですね、単にね秀吉からのヘッドハンティングの条件が良かったんじゃないかと、まあ欲に溺れたんじゃないかという話もあります。そして5つ目ですね、まあ、これ山岡宗八さんの小説なんかもそうなんですけれども、あえて家康と話をして徳川家の将来を安泰させるために秀吉のもとに懐に入ったという話ですね。まあ、結局豊臣家に出奔はするんですけど、その後目立った功績っていうのがなくて、まあ、松本城をね建てたりとかいろいろあるってあるんですけれども、それ以外はあんまり見当たらないので、ヘッドハンティングっていうわけではなかったかもしれませんね。とにかく徳川家の軍勢などが全て豊臣方に漏れるっていうリスクがありました。なので家康はここで思い切ってですね、軍勢や築城の方法っていうのを変えてしまいます。やっぱり家康にとって尊敬すべき大きな敵であった武田流というのを取り入れて、これによってですね徳川の軍団がもっともっと強くなるんですね。井伊直政などが有名ですけれども、武田の赤備えをですね引き継いで井伊の赤鬼と呼ばれるような軍団になっていきます。結果的に強くなるので、どれが良くてどれが悪かったかっていうのは一概には言えないと思いますね。これからどうなっていくのか皆さんも注目してください。以上で石川一正のお話は終わりです。この動画が良かったなとか少しでもためになったなっていう方はいいねとチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。